フレデリックスバーグ、フレデリックスバーグ、A、フレデリックスバーグは、アメリカ合衆国バージニア州の独立市である。ワシントン DC からは南に50マイル、リッチモンドからは北に58マイルに位置する。2010年国勢調査で、の人口は24,286人だった。経済分析局は統計処理の目的で、フレデリックスバーグ市と周辺のスポットシルバニア軍を、 結合している。ワシントン都市圏の一部である。フレデリックスバーグとワシントントン都市圏のフレデリックスバーグに近いところの人口で、かなりの数のものが、フェアファックス軍、プリンスウィリアム軍やアーリントン軍、さらにはワシントン DC まで、車、バス、鉄道で通勤している。このことで、フレデリックスバーグは、文化的に北バージニアの一部になってきたのか。 そうではないのかについて、この地域で長い議論が続いており、どちらも強い主張がある。フレデリックスバーグはラッパハノック川で航行可能な上限である幕府線に近く位置し、バージニア植民地のフロンティアが海岸平原から西に動いていく時に発展した。市が設立された土地は1671年に特許された土地の一部だった。 バージニア植民地議会は1676年にラッパハノック川沿い現在の地域すぐ下流に一つの砦を建設した。1714年、アレクサンダースポッツウッド副総督が現在の地域よりラッパハノック川の上流にある支流ラピダン川沿いにジャーマンナと呼ばれるドイツ人の開拓地建設を講演し、1716年にはブルーリッジ山脈を越えて西方への遠征会を 引いた。フロンティアにおける関心が高まるにつれて、植民地議会は1720年にスポットシルバニアと名付けた新軍を創設し、その軍のための港として1728年にフレデリックスバーグの町を建設することで得た。当時、フレデリックスバーグはスポットシルバニア軍の一部だった。フレデリックスバーグの町はイギリスをジョージ二世紀の息子。 プリンス・オブ・ウェールズのフレデリックにちなんで名付けれ、町の通りは王室構成員の名前を抱いていた。1732年に軍庁舎がフレデリックスバーグに移され、軍庁舎が軍の中央に近いところに移された1780年まで軍庁所在地だった。フレデリックスバーグは1781年に調整が敷かれ、独自の役場、議会及び町長を備えた。 1879年には独立市としての認可を受けた。1911年には現在あるような市政大公館と委員会による政府の形を採用した。フレデリックスバーグはジョージ・ワシントンと密接なつながりがある。ワシントンの家族は1738年にフレデリックスバーグとはラッパハノック川の対岸にあたるスタッフ,フォード軍のフェリー農場を移転した。 ワシントンの母メアリーは後にフレデリックスバーグ市に移転し、妹のベティは当時市の外にあったプランテーションハウスケンモアに住んだ。その他初期の重要な住人としては、独立戦争時の将軍ヒューマーサーやジョージ・ウィードン、海軍の英雄ジョン・ポール・ジョーンズ及び後にアメリカ合衆国大統領になったジェームズ・ローがいた。フレデリックスバーグ市の発展と成功は、その他の重要な住民。 すなわちその発展のためになくてはならない、様々な技能を持ったアフリカ人奴隷に基づいていた。奴隷たちは、プランテーション、ドック、鉄作り、鉱山と採石場、商業、建設、家内労働で働き、その他では熟練した家事や、おけや、靴や及び馬車屋だった。アフリカ系アメリカ人はこの地域の発展に不可欠なものだった。19世紀の間、 フレデリックスバーグは、その交易という活動範囲を維持しようとしたが、あまり成功しなかった。これがラッパハノック川での運河の発展や、有料道路と、板敷き道の建設を促し、内陸部と市場が開かれる町とをつないだ。1837年までに、後に、リッチモンド・フレデリックスバーグポトマック鉄道となる南北の鉄道が、バージニア州とリッチモンドとこの町をつないだ。 必要性の高かった西の農作地域とこの街をつなぐ鉄道は南北戦争が終わるまで完成しなかった。南北戦争の間、フレデリックスバーグはその位置が北軍と南軍のそれぞれ首都であるワシントン DC とリッチモンドの中間にあったために戦略的に重要となった。1862年12月11日から15日にかけてフレデリックスバーグの戦いが行われ、 北軍による砲撃と略奪のために、市は大きな損失を受けた。1863年5月にもチャンセラーズビル、方面作戦、1863年4月27日から5月6日に関連して、市とその周辺で2度目の戦いがあった、チャンセラーズビルの戦い。1864年5月、市の近くで、 アラノの戦いとスポットシルバニアコートハウスの戦いが起こった。南北戦争後、フレデリックスバーグは、域内公益の中心として、以前の立場を取り戻し、地域もゆるりと広がった。1908年、州の女性のための教員養成と工業の学校として、メアリー・ワシントン大学がここに設立された。この大学は1938年に、 メアリー・ワシントン・カレッジという名前になり、女性の一般教養カレッジとして、バージニア大学と長年交流した。1970年には、バージニア大学から切り離され、男性の入学を認めるようになった。近年、その名称を、メアリー・ワシントン大学に変えた。卒業生と専門的研究のための別のキャンパスが、郊外のスタッフ,フォード群にある。今日 フレデリックスバーグはバージニア州北中部で急速に成長している地域の商業中継点となっている。ここ何十年間で郊外が成長したが、地域の過去を覚えている人は多い。40ブロックある国定歴史地区には市の中心地域が含まれ、18世紀から19世紀の建物350棟以上がある。著名な家屋として、ケンモア、ワシントンの姉妹、ベティの家、 および、ワシントンの母が晩年を過ごした、メアリー・ワシントン・ハウスがある。夏季にはこの歴史地区を目指す多くの観光客が、フレデリックスバーグを訪れる。その他の歴史ある建物や、博物館として、18世紀のライジング・サン・サカバ、ヒューマーサーの薬屋及びジェームズ・モンローの法律事務所博物館がある。重要な公共建築物としては、 ジェームズ・レンウィック・ジュニアが設計した1852年の視聴者がある。レーンウィックの作品としては、ワシントンにあるスミソニアン博物館の上館やニューヨークのセント・パトリック大聖堂及び1816年の市役所取り使い所がある。この最後の建物は現在、地元の歴史博物館と文化センターを収めている。金剛の観光地として38マイル東の ウェストモアランド郡にあるジョージ・ワシントン生誕地、国立記念碑、フレデリックスバーグから川向こうにあるワシントンが、少年時代を過ごしたスフォード郡のフェリー、農場歴史史史跡がある。ファルマスの歴史地区は、ラッパ・ハノック川対岸北にあり、画家、ガリ・メルシャーズの家である、古民家ベルモントがここにある。この地域で行われた、南北戦争の戦闘はフレデリックスバーグ及び、 スポットシルバニア軍戦場跡、記念国立軍事公園で記念されている。1927年のアメリカ合衆国議会法で創設された、この国立軍事公園では、フレデリックスバーグ、チャンセラーズビル、荒野及びスポットシルバニアコートハウスの各戦場の部分を保存していい。フレデリックスバーグ国立墓地はこの公園の一部であり、フレデリックスバーグ戦場跡のメアリーコーチにあり、 この地域の戦場から集めた北軍兵の意外1万5千体以上が埋葬されている。1958年、レイヒズ・レイメンがリリースしたシングルレコードである楽器曲、ランブル、ガラガラ鳴る音をフレデリックスバーグでリンクレイが初めて即興演奏した時に現代ギターのパワーコードが初めて開発された。地域の音楽シーンは広い範囲のジャンルを含んでいる。 2008年、フレデリックスバーグは、バージニア州の立地域と、同様、アメリカ合衆国大統領選挙における候補者に、とって、重要地点となった。2008年9月27日、メアリー・ワシントン大学のキャンパスで、アメリカ合衆国上院議員かつ、民主党大統領候補、バラク・オバマと副大統領候補のジョー・バイデンが、選挙集会を開き、 およそ2万6千人の支持者を集めた。共和党の副大統領候補で、州知事のサラペイリンは10月27日の集会で8千人を集めた。アメリカ合衆国統計局によれば、地域全面積は10.5平方マイルである。水域はない。この市は、ピードモント大地と海岸地域の境界の一部を成しており、幕府線にあるので、 ラッパハノック川を見渡すことができる。アメリカ国道1号線と17号線、週刊高速道路95号線が市内を通り、ワシントン DC からは南に50マイルにある。北と東はラッパハノック川で遮られ、川向こうはスタッフォード軍である。南と西はスポットシルバニア軍となる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 基礎データ。人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、体制、対数、収入と家計。家表は、モーガン・クイットノーがアメリカで最も危険な都市ランキング算出で用いている6つの指標で、フレデリックスバーグの犯罪率を全国平均と比べたものである。この数字は、実際の犯罪件数ではなく、人口1人当たりの犯罪件数である。 2006年で全体犯罪指数は人口10万人あたり4981.1だった。全国平均は同4479.3だった。フレデリックスバーグの犯罪は強姦と窃盗犯罪以外は全国平均より下回っている。フレデリックスバーグの日刊誌としてザ・フリーランススターがある。ザ・フリーランスが1885年に創刊され、 19世紀の間は週2回発行の新聞2すなわちフレデリックスバーグニューズとザ・バージニアスターと競った。フレデリックスバーグニューズが1884年に廃刊になるとザ・バージニアスターの会社が1893年にデイリースターを発刊した。1900年、2つの会社が合併したが2詩は1926年まで発行を続け、 その後現在の新聞名で合流した。その時、以来、ザ・フリーランススターは、フレデリックスバーグのローケのメンバーにより所有され、運営されている。フレデリックスバーグとその近郊地域には、以下のようなラジオ局があるフレデリックスバーグの、AM ラジオ局には、ワフバ、1230、ニューズとトークと、ワイズック、1350、スペイン語がある。WFLS。 バーベズ及びイワイズック局は、ザ・フリーランススターの会社が所有している。2001年、アービトロンがサービスを開始して、フレデリックスバーグ地域は全国的ラジオ市場に入った。2005年秋の時点で調査された297の市場のうち、154番目にランクされており、市場人口は28万人以上となっている。 クリアチャンネルコミュニケーションズやキュミラスブロードキャスティングのような大規模放送会社はこの地域の市では活動していない。局のほとんどすべてが地元にあるか地域で所有されている。フレデリックスバーグには一連の田舎や郊外に続く4車線高規格道路と多くの小さな2車線道路が走っている。主要幹線道路の中ではアメリカ国道一号線がこの地域から南北に スタッフォードやワントン DC とその先までをつないでいる。バージニア州道3号線はフレデリックスバーク中心街からブルーグレーパークウェイのバイパスを経由して南のスタッフォード群とをつなぐ要東在ルートであり、アメリカ国道301号線は大規模、ショッピングセンターであるスポットシルバニアタウンセンターとセントラルパークをつなぎ、西のカルペパーに至って、 アメリカ国道29号線と15号線につながる。フレデリックスバーグから北、ワシントン DC 都市圏に行き交う通勤ピーク時間帯の交通の流れは、主に週間高速道路95号線とアメリカ国道1号線によっている。アメリカ国道1号線のラッパハノック川を越える橋はしばしば交通上のボトルネックになっている。通勤人は、 ワシントンに至るバージニアレールウェイ・エクスプレスも使っている。フレッドは最近、フレデリックスバーグで始められたバス運行であり、地域社会の大半、小売ショッピングセンター、バージニアレールウェイ・エクスプレスの2つの駅、及びフレデリックスバーグ中心街に運行している。毎年約150万人の観光客がフレデリックスバーグ地域を訪れている。行き先は、戦場跡公園。 中心街観光センター、イベント及び歴史史的である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。